試合は消耗戦の様相を呈してきた。ロイド・バンダムは前に出ることによってアーツの間合いを潰してきた。アーツは何とかその距離を作り出そうとする。そして粘り強く打ち分けることで少しずつバンダムの体力を奪う作戦に出た。ハーリックがバンダムに気合を入れる。第4ラウンド、展開は変わるか。Stop right there, boy.
手数ではアーツが勝っている。だがローキックを浴び続けたアーツの左太ももの色が変わってきた。バンダムは決定的なダメージを与えられるのか。互いの肉体を削り合う熾烈な戦いはついに最終ラウンドを迎える。絶対君主の暴君アーツの連勝ストップ、そしてグランプリ1回戦敗退という大事件は起きるのか。Fight! Come on, jongens! Ja, ik ben er! Fight! Kom op, 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 jong
手数のアーツか、右のローキック一本にかけたバンダムか、判定で2票以上の差がつかなければ最大2ラウンドのエクストララウンドに突入する。ジャッジ島光雄50-48、赤ピーター・アーツ、ジャッジ田畑康夫50-49、赤ピーター・アーツ、ジャッジ大森俊則50-49、赤ピーター・アーツ。以上3対0を落としまして、赤ピーター・アーツ選手の判定勝ちです。ピーター選手に日清食品株式会社常務取締役後上隼人様より勝利者のメダルと盾が贈られます。トム・ハーリックの執念実らず。アーツは確かに着陸にいた頃よりもあらゆる面で成長していた。だがグランプリ2連覇への道のりは予想以上に厳しかった。